田元から、白布島を望む白高橋は、沖縄県を流れる朝と川加工に架かる橋であり、那覇市白と前島にまだがる。国道58号那橋内の要所で、交差点やバス停の名称にもなっている。泊村と金区を結ぶ橋は古くは木製であったが、1699年から翌年にかけて、延べ2万5000人が動員され石橋に架け替えられた。 船が往来できるように三段の階段を設け、アーチ部分を高くしたことから、高橋の名がついた。特に夕日に映える橋の姿は、名称とされ、1854年に、ロシア艦隊艇特秘書官として、沖縄を訪れたサッカイワンゴンチャロフも称賛している。1909年、長ハカデナを結ぶ、客馬車を通すために、両岸から森土をして、 傾斜を緩やかにする工事が行われ、1912年頃には河川改修に伴って前島側に木造橋が増設されている。1914年、橋の東側に沖縄電気軌道の電車を通すための鉄橋が増設された。1934年には路面の石の一部を取り除いてコンクリート橋にする改装が行われたが、石組が聖地であったため工事は、 困難を極めたと言われる。沖縄戦が始まると敵型に利用されることを恐れた日本軍によって破壊された。戦後しばらくの間はアメリカ軍が設置した仮橋が使われていたが、1952年に新たに掛け替えられた。ありがとうございます。